結構釣れてますね。入れ食い状態。今日がこのコンドミニアム、こちらのコロニーサーフのお部屋を見に来ましたと。ミッシェルズが今準備中ですね。ここのコロニーサーフの、南側のお部屋じゃなくて東側の2階を見に来ましたと。こっちが南側で2階がこの上ですね。ここミッシェルズの上の階、2階のお部屋。お隣がアウトリガーカヌークラブ、社交クラブになってます。再開されてますね。ロックダウン解除して昨日から再開になってます。今日は80万ドルのコンドミニアムを2部屋見に行こうかなと思ってます。ワイキキ1つとカカアコに1つ。ワイキキだと80万ドルがどんなお部屋か、まあ、海が見えるお部屋がいいんで海地下、なかなか80万ドルでも海地下だとないんですけど、こちらのオーシャンフロントのコロニーサーフ1部屋売りが80万ドル台出てますから、そちらを見に行くと。で2部屋目がカカアコ、カカアコだとチクワサの 2LDK が80万ドルで売りに出てると。そちらの2部屋今日は見に行こうと思います。いやー平和。水着で釣りをしてます。こちらコロニーサーフですけど、ここに専用のシャワーがありますね。こちらがロビー。こちらがミッシェルズの入り口。中で打ち合わせしますね。もしかしたらオープンするかな。207、こんな感じの景色です。ダイヤモンドヘッド山頂。正面がアウトリガーカヌークラブ、先ほどの社交クラブ。このビーチスタイルのお部屋、こんな感じ。リゾート感たっぷりです。広めのワンルームですね。風がすごくいい感じに入ってきてます。こちらのベッドからですとダイヤモンドヘッドがご覧いただけますね。山頂が見えます。起きたらダイヤモンドヘッド山頂。夕方の時間も非常に綺麗で赤く染まりますね。風が気持ちいい、最高。こっちのソファーからだと海が綺麗に見える。ここでも昼寝できますね。このチェアから寝転がって海見ながら、昼寝。
ベイハワイ不動産でコロニーサーフ2部屋レンタルしてまして、2階に同じようなお部屋がありますんで、ぜひ一度コロニーサーフ安く長く借りたい方は宿泊していただければと思います。7階は広くて気持ちいいですけど、まあ、価格も上がってしまいますから、2階の同じようなワンルーム非常におすすめです。でキッチンおしゃれいいですね。広めのダイニングテーブル気持ちいい。でコロニーサーフはガスコンロになってます。でここに窓があるんで換気もできますね。非常に風が通ります。おしゃれ。冷蔵庫も大きい。そしてバスルーム、洗濯機乾燥機がついてます。コロニーサーフでもついてないお部屋がありますから、こちらはついてると。今からついてないお部屋に洗濯機乾燥機をつけるっていうのが、もうできなくなってますから、となるとこういう洗濯機乾燥機付きのお部屋っていうのは非常に価値があります。でシャワー、ここにも、窓がありますね。風が通って気持ちいい。でクローゼットがありまして、いややっぱこの景色ね、後からカカアコの 2LDK めちゃめちゃ新しい、コンドミニアム見に行きますけど、そこも広くて綺麗で新しくて、カカアコの最新の場所でいいんですけど、こちら古くてですけど、やっぱりこの景色、海の近さ、この辺になかなか1ヶ月からレンタルできるコンドミニアムっていうのも少ないですから、そこの価値がやっぱりすごい。同じ80万ドル台どちらがいいか、まあ、次見に行きましょうかね。次は最低のレンタルの期間っていうのは6ヶ月からなりますから、観光客に貸すってことは難しい。こちらは可能です。ではこちらがケアフォープレイス、火鉢っていう有名なポケ丼屋さんとかジビール屋さんも最近できましたと。でこっちに行くとご存知ソルトコレクションっていう、ちくわさんコンドミニアムがありまして、ここが最近できたスーパーエッジマート韓国系のスーパーで韓国食が結構置いてますね。ここがケアフォープレイス、コレクションと並んでちくわさのカカアコのコンドミニアム、ハワードヒューズ系と比べると値段がまあ割安。ケアフォープレイスですけど、この西側にはタウンホームと呼ばれる戸建て感覚の物件があります。この1階だとここから上がってこれると。1階に関してはこのエリアでは珍しいんですけど、ビジネスもしてもいいってお部屋になってます。で西側がもうダウンタウンで、結構この辺官庁関係が密集してます。で向こうのケアフォープレイスの道、ここに電車が通るだろうって言われてます。駅直結のコンドミニアムになる予定です。こういった感じのタウンホーム、私のお客様もここ1回購入されましたけど、ビジネスもしてもいいってことで非常に価値が新築当時上がってますね。ここに線路が通って、このケアフォープレイス直結の駅がここにできる予定。この辺りに今、新しいショップがレストラン系できてます。でこちらにはアップロールカフェっていうカフェ、美味しい寿司のロールが売ってまして、それにコーヒー売ってるんですけど、ここの場所もレイハワイ当時、我々が場所を探してアップロールカフェさんに借りていただきましたと。
ここに電車が来る予定。こちらが、レンタルですね。商業施設と上が賃貸のコンプレックスになってまして、こちらの東向きのお部屋見に行きます。1601東向き。おお、こんな感じです。ソルト、アルボカフェとか、パイコ、今ないですけどパイコとかパイオニアサルーンとかも今入ってますね。海が綺麗。バルコニーからだとこんな感じ。角部屋ですね、01。そこにアフォーダブルっていう地元の方向けのコンドミニアムが建ちます。そこの空き地建つ予定。空き地がありますね。駅ができるってことで、果たしていつ来るのでしょうかっていう感じ。本来であればもう来てないといけないんですけど、コロナ前からハワイの予算の関係でだいぶ遅れてしまってますね。この辺りコンドミニアムがありますね。シンフォニー、これも地区が浅いコンドミニアムで、パシフィカ、これは賃貸マンションで、この辺の敷地がカメハメハスクールっていう財団、王族系の財団が持ってまして、各ロット区画を別々に将来売り出す可能性があります、ね、ケワロっていうサーフポイントがそこにあります。その左がアラモアナビーチ、この奥にアラモアナショッピングセンターがあります。この下にダウントゥアース、ここに入ってますから。スーパーは急に増えましたね。このぐらいの地区の浅さで、2LDK 80万ドル前半っていうところはほとんどない。調べましたけど、この築年数でないですから、非常にハワイ新しめのコンドミニアムで珍しい物件となります。今オーナーさんが住んでるみたいですけど、非常に綺麗に使われてますね。まあ、売るってことで綺麗に使われてます。で、共益費も600ドル台と 2LDK にしては非常に安い。自分たちで住むには最高ですね。コーナーユニットなんで景色も綺麗。いいですね、ここのベッドからの景色最高。やっぱりこの辺りのコンドミニアムの中では新しい、一番新しいんで、まあ、コレクションかケアフォープレイスかってことなので、80万ドル 2LDK すぐに売れそうな気はします。減額最近されたんで、まあ、コロナ禍で売りたいと。今日白目のアルファシャツ来てます。綺麗。オーナーさんが住んでるようには見えない。ウォーキングクローゼットがついてます。こちらもクローゼット で、もう一つベッドルームが
ございます。こんな感じ。コーナーユニットですからバルコニーがちょっと広めになってますね。私もこう新築の時に2部屋ほど売りましたけど、こんなに広くはなかったと。天井まあ高いですし気持ちいい。ここにクローゼットありまして、でもう一つバスルーム、アメリカだと 2LDK に対して2つバスルームがあると。浴槽になってますね。オーブン、食洗機もちろんついてます。キッチンからの景色、静か。今人気のカカアコのちくわさコンドミニアム 2LDK80 万ドル、ちょっとこんな感じです。